お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちらの、メガナイト枯渇をやっていこうかなと思います。で、まあ、メガナイト枯渇なんですけど、今まではね、スケバレとかが入っていた方を、まあ、思い浮かべるのではないでしょうか。でも、今回はですね、まあ、ウォールブレイカーが入っていて、そしてね、まあ、今までインドラとかだったかな、基本的には。その枠がファルチェになりましたというので、今、こちらがね、マジで流行ってます。まあ、どれくらい流行っているかというと、まあ、タピオカぐらい流行ってますね。はい。なんで、まあ、大流行といった感じで、まあ、流行りに乗っていきましょう。で、まあ、こちらなんですけど、まあ、メガナイト枯渇と言ってるっていうことで、まあ、言ったらウッドとか、ザップとかの2コストのね、スペルを枯渇させるイメージで使ってもらえればいいかなと思います。吹き矢にウッドとか使ったらギャングとかウォールブレイカー刺さるし、まあ、ウォールブレイカーにね、ウッドザップされたらコウモリもね、ギャングとか吹き矢は、まあ、その辺が生きてくるよって感じで、まあ、言ったらそこを無限にね、回っていきます。まあ、ですので、あとはメガナイト、ファルチェは出さずにも、立ち回れます。ですので、この4枚。先ほど言った小物4枚プラスのディガー、まあザップで回しつつ、まあそのカードでは対応できないとか、まあ相手がなんかね、後ろからなんか裂いたら、こう、エリゴレとかに対しては、こう、ファルチでね、合わせていっていいんじゃないでしょうかと思います。で、まあ逆サイウォールブレイカーでやってもいいんですけど、まあディガーとちょっとつなげたいで、相手がこれもしかしたら、スパーキー、うえ、え聞いてない。このデッキは僕ちょっと知らないっすね。いつもこんな、あ、でもこれ、ファルチが、うい。このスキラに対してね、まさかの吹き矢があるっていう、このスキラに対して吹き矢があるだけで、マジで、一気に相性良くなるので、ザップ相手は使いましたね。というわけは、ウッドがない。というわけでね、普通に考えてウッドがない。ウッドザップとかだったらね、もう泣きたくなりますね。もう今、イケイケどんどんですね。相手が攻めてきて、僕は守って、しかも4ワードもらっていますので、よいしょ。ここは吹き矢でいい感じに処理できるんじゃないでしょうか。マジ？相手のデッキなかなか、好きっすね、僕は。フリーズあると僕とりあえず好きなんで。これも始めメガナイトをつけるだけで折れますね、言ったらね。これマジっすよ。まあ、ザップが来たらコウモリ追加します。うい、まあ、来てないけど、コンブル追加します。で、ディガーで削っていきます。やばい。ちょっと、そんなだった。こんな綺麗に守られたちょっと思ってなかったですけど、まあ、ディガーがいい感じに削ってくれて、ここね、逆サイ吹き矢でちょっかい出せて、このままね、ちょっと削れるのではないかなと思います。まあ、188は、正直、スケラープラスザップとかフリーズされると絶対守れないと思いますので、まあ無理にね、守ろうとせずにやっていきたいかなと思います。ここ一回形作っちゃおうかな。キョスケがちょっと厄介ですね。相手キング降りに来んのかな、これ。まあ、イリゴレダクネだけで188おられるのは正直ね、美味しいので、まあ相手からしたらこれ、キョスケで守るイメージですね。これ、エリクサーポンプを壊していきたい。で、ファルチが回ります。回転が早いです。おい、これスケラ打たれるとちょっとやばいんですけど、おい、相手なんか面白いぞ。これだって、ああそういうことか。フリーズがねちょっと強いですね、こう見ると。まあでもこれメガナイトで踏めるんですよね。あ、待って、気づいたらファルチ生きてた。うえ、待って、やべえ、何コスだ。めっちゃ生まれてきたよん。でこれも、スキアとかね、小物が、ボコボコにしてる間に、もうボコボコにしますといった感じで、ちょっと相手のデッキ好きだな好きだな。でもまあこのデッキの方が強かったよねっていう感じですね。結構ね、個人的にすごいデッキの完成度があると思うんですよね。エリゴレとかデッキパワーすごいありますし、まあ今までだと僕の中での印象が強いのはペッカラムとかかな。結構なんか使いやすくて、デッキの完成度が高いイメージがあるんですけども、まあもちろん使うのは難しいんですけどね。まあそれと一緒ぐらい、デッキパワーがあると思います。こちらのデッキですので、すごいおすすめです。はい。はい、ということで、まあ、またね、昨日と一昨日と同様、遠距離が2枚。まあ吹き矢が遠距離に入るか分かんないですけど、まあ一応遠距離じゃないですか。吹き矢ファルチ遠距離が2枚入ってるんですけど、最近やっぱね、トルネードの使用率もすごい増えてるかなと思います。よいしょ、これも一回、美味しくね、いただきたいですね。
トルネードの勝率が増えておりまして、そのやはりね、遠距離ユニット1体だけだとトルネードに巻き込まれて潰れちゃうんですよね。うわ、これちょっと際だな。これずっと、あ、待って、やべ、これやべ、ファルチをしょっぱなの方に割いちゃうとこうなっちゃいますね。まあでもここも踏んじゃって、一気にカウンターね、いけいけ、んにょー、この一発打たれるのはちょっと痛かったですね。なんでファルチェとかが増えてることによって、やっぱトルネードのね、再率が高い。遠距離が1枚だとゴレダクネ、エリゴレダクネ作られた時にフキアとか出してもトルネで吸われて処理されちゃうんですよね。なんですけど、遠距離2枚あることによって、餌としてね、負けるんですよね。餌です、餌。だからわざとフキアとかをこう出しといて、相手にトルネード使わせてからファルチをポイって置くことによって、もうファルチ無双できるよっていう感じでございます。というわけで、ちょっとね、一回ディガーを抑えて、先ほどね、エリゴレと同サイドに、ファルチを出したら、うわぁ、もうマジで嫌い。ザップでいいや。エリゴレと同サイドに同タイミングで出したら、橋の真ん中でね、ぶつかって、ちょっとスパーキーに無双されちゃってたので、ザップ?ちょっとザップがちょっとね、流行しちゃってますね。まあ、スパーキー、え、ザップ?ん?ん?今、ハテナがいっぱいあるんだけど。ミラーでしたね。ミラーちゃんがいる、まあ、これはわかんないですけど、まあまあ、許容か。なんで、エリゴレ出た瞬間にキツファルチすると、ちょっと困るので、一回ね、待ちます。一回ちょっといじって、ちょっとね、いちいちしてから、うわー、やっばこれ。やばくね?まだ前でザップだったので、ディガーきついよねっていう、この、ディガーギャング。うい!ファルチっていいな。やめて。オーケー。ジョスケ!うい!やばい!え、待って、やべえんだけど、相手のデッキ。相手のデッキ、行かれてる。やべ。行かれてるけど、強え、このデッキ。え?マジー!これやべえ。これはやべえ。このデッキ、おい、動画で紹介したかな、そういえば。え、してないな。使ったことあるわ、でも。うわー、これね、ちょっと何がいけなかったかな。濁念がちょっと厄介で、ファルチェ、うーんって感じですね。ちょっともうちょっとディガーギャングで攻めれたらね、もっと良かったのかなと思いますね。エリゴレダクネンされて、その瞬間にディガーギャングしたら、あ、じゃあファルチがね、ファルチが回ってない時にしっかりディガーギャングね、できれば理想だったから。やっぱ死ぬわ。東京にいると車に乗らないんですよね。電車がすごい便利すぎて、もう3分おきぐらいに電車あるんですよ。なんですけど、やっぱ地元帰ると電車がすごい30分おきなんですよね。あとやっぱ車に、よく乗ります。友達に乗せてもらったりとか、まあ親に駅までね、迎えに来てもらったりっていうので、もうお世話になってるんですけど、久しぶりにね、車乗るとどれだけ乗ってた車でも酔いますね。はい、もう確定ぐらいでもう酔っちゃって、最近それちょっと辛いんですよね。すごい車なんか他のね、友達の車で酔うとかならまだ分かるんですけど、自分の家の車で酔うってなかなか地獄ですからね。よいしょ。というわけで、まあ最近結構車に乗ってない時でも、もうベッドに寝転がってる時でもなんかね、途中気分悪くなったりするんですよね。だから最近ちょっと僕の体がなんかおかしくなっちゃってるんですね。なんでちょっとね、マジで、それが辛いんですよね。なんかちょっと気分悪くなっちゃうんですね、途中で。まあ、いずれ治るでしょうけど、というわけで、相手がなんかさっきからちょっとずつレベル高いのが出てきますね。ミラーもね、もういよいよネタじゃなくなっちゃってきてますからね、ここ最近。結構先ほどの相手もミラー入ってましたし、今回の相手も、まあさすがにミラーでしょう。チートではない限りね。よいしょ。まあ、ここはファルチで受けつつ、スケラーもね、ちょっといるんですけど、やっぱスケラーに対してね、フキアがものすごい有能なの。あ、相手フリーズやってる。よいしょ。というわけで、ここはね、おしゃれ見えてる。これディガーを真ん中にして、ターゲット左側の取って、A ボールブレーカー。左側にね、ウッドもし来てても、A ボールブレーカー入るよんって感じです。バーン。はい。という感じで、これは完璧な勝利ではないでしょうか。まあ、吹き矢あれば正直スケラーはなんとかなりますので、
で、ベビーはね、ファルチェで速攻とかせますし。まあ、メガナイトプラス対ペッカは圧倒的にペッカの方が相性いいんですけど、ファルチェがね、あると火力を、ちょっとマシにできてるんで、ペッカの範囲攻撃版。お、それは無理。それは無理。ペッカの範囲攻撃版だけど、それは無理。さすがにね。さすがに無理。でも、ファルチェをね、延命しないと、このペッカ止まんないので、ファルチェをね、延命して、溶かしていきます。よいしょ。これができるだけでね、もう。あとは範囲攻撃。はい、できた。ペッカの強化版。というわけで、ここは焦らず、吹き矢からの、遅れてね、ベビーを処理するコウモリとか適当に出してあげて、もうキングね、ドッカーンって感じで、勝利ではないでしょうか。よいしょ。ハルチェがやはりいい味を出しているのと、まあ、吹き矢もいい味出してますし、まあ、両サイドにね、触れますし、結構ギャングとかコウモリもケツからセパレートとかしやすいと思いますので、で、相手がユニット出したら、それの逆サイドにディガー飛ばしたり、メガナイトの後ろにね、吹き矢とかをつけて、逆サイドにディガープラスギャング、ディガープラスウォールブレイクとかもできますし、結構ね、使いやすいんではないでしょうかというところで、こちらね、新型メガナイト枯渇、すごいおすすめですので、よければね、使ってみてください。というわけで、よければね、チャンネル登録と、高評価の方もよろしくお願いします。最近ね、頑張って毎日投稿してますので、土日はできるだけ2本出すように、頑張ってます。気持ちはね、すごい頑張ってます。ですので、よければね、高評価、コメントの方もね、たくさんしてもらえると嬉しいかなと思います。というわけで、今回ね、こんな感じで終わりにしたいと思います。では、お疲れ様でした。